はい、どうもこんばんは。中村書店の中村でございます。本日もこの携帯のインカメラだけでちょっと動画撮っていきたいなと思ってるんですけど、今日はですね、本来なら本日から出勤の予定だったスタッフが1名いたんですけど、彼女は今日初日体調崩してですね、欠勤ということになりました。で、これについてですね、ちょっと考えていきたいなと思っていまして、だから僕みたいな昭和世代だと 割とこういう初日欠勤あるまじきみたいなね、結構ディスられることが多いこうことなんじゃないかなと思うんですけど、だから僕としてはですね、あんまり気にしてはなく、ちょっとネタとしては面白い感じなんですけど、支障がほとんどないんですよね。例えばこう散髪屋のスタッフとかで、急な病欠とかね、欠員が出たりすると店回んないとかね、いろいろ問題が起きてくると思うんですけど、そもそも今回入ってくれるスタッフの、女の子はですね、中村商店の方のスタッフとして入ってくださって、主にマーケティングとかですね、あとはデータの作成、ケープなんかのデータを作ったりとかですね、そういったところの、要因として、来てくださる方になるんですよね。そうすると1日単位とか、数時間単位でこう仕事が完結するようなものがなくて、どっちかっていうとプロジェクトそのものは月単位とかで進んでいくので、タスクそのものも月単位だったりするので、あんまりその1日2日多少休みになったところであんま支障がないというか、納金さえ間に合っていれば基本的には大丈夫っていうとこなんですよね。これ散髪屋さんで置き換えるとそもそも来店からこう退店までお客様が帰られるまでって1時間じゃないですか。納品1時間以内にしなきゃいけないっていう考え方ができるわけですよね。でましてやそのお客様がですね、2回3回と通ってくる可能性もこう必ずしも確約されてるわけではないので、その1時間とかっていう単位が非常に重要になってきて、そこで欠員がスタッフがいないとかってなると非常に困ったことになるっていう現象が起きやすいのが散髪屋だと思います。で今うちの理髪店事業部の方、ソレイルバーンの方では年間契約のお客様を中心にこうさせていただいていて、今日明日この時間とかね、なんかこう時間単位で多少の変更があっても基本的に売上の変動がないので、リスクほとんどそういった意味ではないんですよね。仮に僕が病気で1週間休むとか1週間休むと結構ね、影響ゼロにはならないんですけど、そのスタッフがいないとかね、そういう状況が起きた時にも年間契約するしていることで結構リスクの軽減になっていて、これは副産物として面白い現象だなと思いました。だから、それ以前はですね、その日暮らしというか一日一日今日予約が埋まっただとか埋まってないだとかっていうことに一喜一憂してたんですけど、なんか年間の会員様っていうのを中心に集客するようになってからはですね、基本的には1年に1回この更新時期にはこう胃が痛いというのはなきにしもあらずなんですけど、毎日こう日々売り上げを追っかけたりとかですね、集客に頭を悩ませるっていうことはなくなって、ずいぶんこうやりやすくなったかなと思います。そんな感じでですね、なんかお客様のこう集客のみならずですね、スタッフの在り方みたいなのもこの業界でどんどん変わっていくためには、どう言ったらいいですかね、その生産する期間を少し考え方を変えてみる、契約をそもそも1回こっきりとかっていうんじゃなくて、お客様に1年間契約していただけるような形をこう散髪屋さんでも導入していくと、もっとやりやすくなるんじゃないかなと。それがひいてはこう雇用に対してもかなり影響を与えていくんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にしてください。こんな感じでですね、ちょっと動画クオリティだいぶ下がるんですけど、なんか日々思ったこととかをなるべく毎日更新できるように頑張っていきたいなと思いますので、またよろしくお願いいたします。これ前回縦型動画だったんですけど、今回から横になりました。こう理由はですね、
まあ、この辺今出てると思いますけど、あのチャンネル登録だったりとか、まあなんか関連動画だったりとかのリンクが縦動画だと貼れないっていうことが分かったので、今回から横になりました。ということで、また次回お会いしましょう。さよなら。